おはよう、うん、今日で最後だね、一学期は。そうやった。今日の午後から夏休みなのかな、うん、あ、ひじ今日の午後からは自由。ハッピーハッピーハッピー。これ、もう流行ってないんだっけ。流行ってる。こっちは今のんびりしてるけど、今日ね、サマーカットに行くんですよ。毎日ね、ブラッシングはしてるんですけど、毛玉が結構できちゃってて、切ったりとかいろいろしてたんですけど、どうにもならなくなったんですよね。もうなので、毛玉ごとバッサリ切ってしまおうと。それで涼しく夏を過ごしてもらおうという、そういう算段でございます。こっちゃんもふもふじゃなくなるけど大丈夫。でもこっちゃんもふもふじゃなくたって可愛いよね。うん。さっきからニヤニヤが止まってないんだけど。誕生日より嬉しいっちゃろ、夏休みに入るこの日が。スチアのランドセルさ、ヤバンドセルだよね。ヤバいでしょ。ってどうやってもらってきよう。もうそれやったら辛いんや。手提げバッグみたいにして持っていく。うん。ちなみにね、カラウって共通語は小らしいよ。セオじゃなくて。うん。一応セオも小もある感じなのかな。セオってなんかもっと大きいものを持つイメージだよね。ちっちゃいもんだったら小なのかな、うん。バッグぐらいだったら小なんじゃない。紛らわしい。いらっしゃい。かわいい。ではね、すっちゃんを迎えに行きます。多分ね、ニコニコ帰ってくるんじゃないかなと思うんで楽しみです。きつい。あ、荷物が。とりあえずこっちに。とりあえずこっちに、こっちに。ランドセル先に。ランドセル。うわ、もうなんでさ、払える状態になってないんよ。よし、知ってるか。死にかけたわ。もっと計画的に持って帰ればいいのに。車多すぎて、引かれかける。本当やね、同じようにさ、荷物多い子多いんじゃない？うん。めっちゃ車来てるんだけど、出られん。今日から必要の自由で楽しい毎日が始まります。うん。北九州治安悪いってよ。福岡市はね、自転車に鍵かけないと盗まれて、北九州市ではね、かけてても盗まれて、筑豊では乗ってても盗まれるっていう。そんなことないと思うけどね。ありんやろ。そんなことないやろ。そもそも北九州もそんな治安悪くない。時々暴力団が発砲してるだけよ。うん。うわぁ、雨がひどくなってきた。夏休みあるある作ろうかな。あ、いいね。人が多すぎるとか。そうなんや。ランドセール、どう？ランドセール取れる？ランドセール。ランドセール。うわぁ、やばい。今出ない方がいいんじゃないの、これ。あ、ちょうど着いた時に、びしょびしょやね。もうすぐそこなんやけどね、家。いや、これでも片側だけでもさ、行けばさ、肩にかけれるじゃん。とりあえずほら、これで治った。片側だけ直した。次じゃないよ、自分でやったんでしょ。かけれる。あ、じゃあ直していい？はい。どうせ雨やし。うん。てか、やばくないか。やばい。日本もさ、熱帯雨林気候やね。スコールじゃん、こんな。うん。よし。あ、今ちょっと弱まったね。では、行こうか。誰にも気兼ねすることなく自由を手に入れた。やった。
はなかったんでね、お昼は冷蔵庫にあるものでオムライスを作ります。晩ご飯の前には買い物に行かんといかん。このお供みたいなやつ、こんな感じで混ぜることもできるし、ここにね、メモリがついてて調味料を測ったりもできるんですよ。で、炒め終わったらね、こんな感じでね、鍋に引っ掛けることもできるのでめちゃくちゃ便利。ちょっと高めではあるんですけど、めっちゃ便利なんで概要欄にリンク貼っときますね。最初に作った方がうまくいったんですけど、取れてなかった。はい、オムライスできました。こんな感じ。あっちの分までケチャップかけちゃったけど大丈夫かな。遊びとる。いや、いけるやろ。いただきます。もう子供たちがすぐに来てくれないんで先に食べちゃいます。おぶべ、45分前からお腹空いたったけ先に、すまんすまん。うん、美味しいよ。いろいろ準備しよったらもうペペが食べ終わっちゃった食べれば早いね。あ、もうなんじゃその肘ついてこのスプーンの持ち方やばい今、途中から2階に折って、あの、うん、折る、あ、途中2階の部屋閉めてくる。2階にミサ折られたら厄介だよね。次の火曜日まだ授業あるっぽいけど、あ、うちは、じゃあ次の火曜の以降が夏休み。うん。あっちはもうすぐやね。こっちゃんがさ、なんか警戒してるもん。わし逃げ込みようとしよってんけど、そこ閉めたんよ。うん、そしたらなんかもう刺した。おいでー。警戒しとるな。もっとさ、でかく開けれるよね、うん、入り口は。そうそうそう。あー、ちょっと、とごめんね、こっちゃん。おー、よし、ごめんよ、こっちゃん。よう、行ってきます。いってらっしゃい。こっちゃん、にゃにゃにゃに飽きよったね。じゃあ、行ってきます。はーい、行ってらっしゃい。今ね、こっちゃんを預けてきました。で、終わるまでに2時間か2時間半ぐらいかかるそうなので、私はね、一旦晩ご飯の買い出しに行って、で、家に帰ってからもう一回来ようかなと思ってます。おかえり。ただいま。こちは、こちは、あの、4時半になるんで。ん、終わるのが4時半。終わるのが4時半。結構かかるんやね。うん。しかしその間あれ、こちは一人ぼっち。こちは、うん、一人ぼっち。あるある、心配や。にペットボトルを出してこようと思うんですけど、最近すごく水飲むんで、すごい量の空きのペットボトルが出るんですよね。で、ウォーターサーバーを検討したんですけど、ウォーターサーバーが結構ランニングコストがかかるっていうのと、置き場がないっていうのがあって、それでね、もうね、今はもうしょうがないかなと思って、定期的にペットボトルの空きを出してます。こっちゃんが激おこしたと。
それでバリカンで丸刈りするっていうのは危なかったので、毛玉をねカットするっていうことだけちょっと頑張っていただいたそうです。なのでところどころ毛玉がカットされてるっていう、そういう感じの仕上がりになってるそうです。こっちゃんおかえり。もう迎えに行った時にもね、にゃんにゃん泣いてました。それ怖かったよね。こっちおしゃん戻ってまいりました。こっちゃん、そうだね、綺麗に切ってもらったね。はい、じゃあこっちゃんご褒美です。あ、ここが剃られてる。あ、触り心地になってる。うん、あ、でも本当、うん、全力を尽くしたって言ってたよ。うん、なんかこんな綺麗に切って帰るんだよね。うん、綺麗に買ってくれとね。爪もね、切ってもらえたし、耳の中も綺麗にしてもらえたし、よかった。通知書とね、プリント類なんかを持ってきていただきました。晩ご飯できました。美味しそう。あとはね、お味噌汁も作りました。美味しい。味噌汁ほんと美味しいよね。家で毎日飲みたい味じゃね。うん、お店の味噌汁ってまた違う味しない。ちょっとお店の味噌汁ってガツンとくるというかね、うん、味が強いもんね。本当に飲む分にはいいけど、毎日だとちょっと。お梅の毎日飲める味噌汁、うん、お梅とお梅が二人でお泊まりの旅行したいなっていう。みんちゃん、えなちゃん。でもなんかみんなはね、すっちゃんを残して旅行に行くのがなんかね、罪悪感あって嫌なの。余計なお世話やで。いや、だって心配やもん。いや、親がね、子供を心配すぎると子供の自信をなくしてしまうらしいから、あんま良くないで。大丈夫やで。めっちゃ天気良さそう。ラーメンの森広場です。なんという日、回しすぎる。うわ、めっちゃ見晴らしがいい。おお。お、どこに何があるか書いてある。あれはどこに行くんだろう。次飛行機行ったら本当に空飛んでるな。何でも乗ったけど不思議だよな。あんなんでさ飛べるってすごいよね。絶対重たいじゃん。みんなえ、もう見えないんだけど。いや、見える、まだ見える、まだ見える。まだ左に向かってる。